大量虐殺とは人間を意図的に大量に虐殺すること。虐殺は国際法で規定されているが一般報道では極めて曖昧に使われている。米非戦争時のニューヨークジャーナルの風刺がフィリピン人を銃殺しようとするアメリカ兵の背後には10歳以上のものは皆殺しと書かれている。一般的に一つの人種、民族、国家、 宗教などの構成員に対する計画的大量虐殺等の行為はジェノサイドといい、その一部はジェノサイド条約において集団殺害罪として規定されている。1936年8月から9月、スペイン内戦初期、フランシスコ・フランコを率いる反乱軍、ナショナリスト軍のファシストによる共和主義者の虐殺。この24人の集団墓地は、 スペイン北部エステパルという小さな町にある。2014年7月から8月に発掘。古来、戦争、征服においては大量虐殺はつきものである。ここでは歴史上注目されているものを列挙する。なお、ジェノサイドの項目と一部重複するが、同項目の分類方法とは別に、いわゆる大量虐殺と呼ばれている事件の中でも、 歴史的な大量虐殺と見られるものを列挙する。車体は犠牲者100万人以上、太字は犠牲者1000万人以上のもの。資料の解釈や実在性、数字の正確性の疑われるものも含まれる。ありがとうございます。